皆さん、お待たせいたしました。ガリウの演奏を楽しみいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。改めましてガリウと言います。よろしくお願いします。皆さん、寒い中、お待ちいただいてありがとうございます。寒くないですか？寒くないです。寒くない、寒い。薄着で無理してないですか？大丈夫ですか？はい、僕らはね、特殊な訓練を受けてますんでね、もう全然寒くないんですけど、皆さんね、今ね、いろんな病気もあったりとかしますんで、まあ、暖かい格好して、でしっかり体動かして、ね、楽しい時間過ごしていきましょう。今夜が築城400年も最後の宴ということなんで、最後まで盛り上がっていきましょう。ありがとう。
盛り上げと言いますか、お祭りっていうのはね、皆さん一緒に盛り上がってお祭りなので、はい、ありがとうございます。いいねいいねいいね。はい、では手を挙げて、皆さん手を挙げて温まって帰ってくださいね。はい、そうそう、ありがとう。はい、体温めてね。ありがとうございます。はい、楽しんでいきましょう。いいですね。ありがとう。
はい、いや築城400年ね、皆さんお城も今また照らし出されてますが、どうですか福山城、素晴らしいお城ですね。はい、最高の声が聞こえてきましたね。はい、最高のお城ですよ皆さん。はい、お城ね、一番新しいお城ということですね。いろんなお城がある中で一番新しいお城が福山城なんです。お城の歴史がねいっぱい詰まって、一番いいものをね、はい、作られた水野勝成公がね作られたというお城です。我々ガリウもですね、このお城のことを2、3年ぐらいかけて勉強してきました。学芸員の方と一緒にね、いろんな寺社仏閣を巡って、福山城のルーツを調べたりとかですね、この町がどうやってできたか、400年前はね芦野原っぱだったそうですね。どうやってできたかっていうのを調べました。よかったらね、YouTube でね、ガリューチャンネルっていうのがありまして、そこでね、いろんな歴史を調べた、そんな動画も残ってますんで、よかったらご覧ください。そうやって2年も3年もかけて、曲を作りました。福山城の曲を作りました。1曲目がですね、まずその福山城の曲だったんですが、笛を吹いてた曲ありましたね、鬼日向という曲。そして、これからお届けする曲はですね、もうまさにこの福山城、夜の福山城をね、イメージして作った曲なんです。なのでね、皆さんもぜひこの曲で、聴いて、心に留めてねいただけたらなと思います。それでは演奏する前に皆さん、この曲はですね、協力していただかないとできません。いいですか皆さん、想像してください。ここは400年前の福山だと思ってください。もう出来たてのお城があって、そして町がね、まだまだこれから町ができているという状態。海はもっともっと手前まであったそうです、ね、ついこの辺りまで船でね、ね、お城にね来られてたそうなんですね。はい、そんな福山、400年前の福山を想像してください。はい、空の上には今はあまり星が見えませんが、満天の星空が広がっていたはずですね。はい、その満天の星空に風神と雷神が現れます。そして400年前の福山の夜空を遊ぶ、そんなイメージで作りました。風神雷神幻想という曲、お聴きください。
ありがとうございます。夜空に風神と雷神見えたでしょうか。ありがとうございます。はい、このね我流、福山城築城400年バージョン、400年記念バージョンということでですね、この1年間させていただいたんですが、今日がもうこのバージョン見納めということでね、またこの曲皆さんにお披露目するのはいつになることかと、思っております。これでね、今日をもって、閉会ということもありましたので、築城400年アニバーサリーというものはね、一旦、終わりになると思うんですが、これで福山城さようならというわけではないですよね、皆さん。ね、こんな素晴らしいお城、リニューアルされました。これから先、450年、500年、600年、1000年、2000年と続いていくときに、この福山城がね、ずっとこの美しい状態で残ってるかどうかっていうのは、やっぱり、この地域に住んでる、お一人お一人の、気持ち次第なんじゃないかなと思うんですが、どう思われますか皆さん。はい、まあ、自分たちもね微々たるものなんですが、やっぱり福山には福山城ありというね、こう地域の誇りということで、皆さんと一緒にですね、この素晴らしい歴史、そしてお城をね守っていけたらいいんではないかなと思っております。それでは早いもので最後の曲ですね。あ、すいません、インフォメーションがありました。あの築城400年をテーマにですね、曲を作らせていただきました。先ほどの風神雷神幻想で1曲目の私が笛を吹きました、鬼日向という曲、こちらですね、あの CD にもなっておりまして、今日ねあの持ってこさせていただいてますので、よかったらあの手に取って見ていただけたり、あと我々メンバーと一緒にね記念写真、400年の記念写真ですよね、450年の時は僕ら90歳ぐらいになってますんでね、もう元気はないかもしれないです。いや元気だとは思いますがね、はい、よかったらこの今の自分たちを、写真に収めて帰っていただけたら何よりです。それではもう最後の曲ですが、皆さん最後まで、まあ、元気ありますか。よかったよかった、ありがとうございます。それでは最後まで盛り上がっていきましょう。ガリューでした、ありがとう。ありがとうございます。では最後まで楽しんでいきましょう。
Yeah.
ありがとうございました。